東京プロマーケット、それはすべての投資家が参加できる一般市場に対して知識や経験が豊富なプロ投資家だけが参加できる市場です。オーナーシップを維持したまま短い準備期間でスピーディーに上場でき、 J アドバイザーが上場前後も一貫してサポートを行うといった特徴を持ち、企業成長にフォーカスした新たな株式市場として近年最も注目されています。2021年10月14日、新たな東京プロマーケット上場企業が誕生しました。佐藤社長、この度はおめでとうございます。ありがとうございます。新潟県上越市に本社を置く株式会社佐藤産業は、柔軟、奇抜、大胆をキャッチフレーズに、時代の変化に機敏に対応し成長を続けている会社です。東京プロマーケットという市場に上場を目指そうと思われたきっかけってあったんでしょうか。糸魚川の菅光成さんが東京プロマーケットに上場したという記事が地元の新聞に出てました。それを見て、こういう市場があるんだなと、これだったら私でもやれるんじゃないのかなと。まず一般市場というのははるかに高値の花でありますけど、東京プロマーケットの明るたびの条件を見ていく中で、地方の我々みたいな中小企業でも手の届くところにあるのかなと、そんな気がしました。まあ、チャレンジできそうな市場だということで、まずは目指してみよう、ということだったんですね。社長にこうご就任された時っていうのは、その会社が非常に厳しい状態で、随分ご苦労されたっていうふうにお聞きしたんですけども、その時の状況を教えていただけますか。まあ、リーマンショック後いろんなことが重なって、2011年の2月期の決算は2億近い当期赤字出しまして、で7500万ぐらいの債務超過になりましたわ。でやっぱりその時思ったのは、それでも私にこうやってまだついてきてくれる社員が大勢いましたから、とにかく社員の生活を守らなくちゃならない、幸せにしていくことが第一だって。そうなんですね。なるほど。上場準備の過程でこうご苦労された点とかですね、こう気をつけられたポイントっていうものはどういうものがあったんでしょう。で、取り組んだ時には、上場を一つの手段として究極の社員教育という捉え方で、これはいいですね。チャレンジしてみました。吉山さんに言われたのは、いや社員さん見違えるように変わりますよと。私も半信半疑でしたけど、いや本当結果的には見事に変わってもらいました。そして2021年11月22日、地元新潟県は上越の地にて開催された上場記念祝賀会。今のこの若い子供たちが一日一日一日一年成長していって、佐藤産業の強みになっていってもらいたいなと、佐藤産業を引っ張っていってくれる、そういう人間に育っていってもらいたいなと、これが今私の夢であり楽しみです。副知事や市長、取引銀行や協力会社など多くのサポーターの皆様をお招きし、上場のお祝いとともに今後のさらなる成長の決意を述べられました。地域経済の中心的な担いとしての事業活動が期待されております。東京プロマーケットへの上場は市内企業で初めての快挙。新潟県の経済界をリードしていっていただきたい。今回佐藤産業様のような会社がご上場されたこと、本当に嬉しく思っております。上場申請目指して走ってきました。これも社員の生活を守り幸せにするためでした。そしてこの上越という地域にも明るい話題を持ってこれたと思っております。取引先との効果っていうのはこれからなんだと思います。社員にしてみても、あれお前んちの会社はテレビ出てたよとか、お前んちの会社はネットに出てたよ、うち帰ればお父さんがそんなこと言ったとか、遠くにいる友人からわざわざ電話だとか、そういった中でなんかすごい会社なんだなと、そんなのが少しは感じてきてくれてるのかなと。優しく分かりやすく教えていただき大変助かりました。今後もご指導の方よろしくお願いします。20年30年先を見た時には、もう一つ上に行きたいなと。やらなくちゃいけないことは、まずこの佐藤産業を盤石にしなくてはならないなと。
佐藤産業が地元にこう貢献していきたいというお話を伺ったことがあるんですけど、これに関してちょっと佐藤社長教えていただけますか。はい、やはりその地元で生まれて地元で育って地元の学校行って地元に就職する、そういった子どもたちの就職する受け皿として何かしらそのこの地域社会に貢献できればなと。東京プロマーケット上場はゴールではなく企業成長の一つの選択肢です。不確実性が高まるこの時代、どのような状況下でも成長を続けるために、あなたの企業の成長を後押しする東京プロマーケットへの上場、我々と共に目指してみませんか。